関東最大級のサンドボードスポット砂山。サンドボードとはオーストラリアから上陸した砂の上をまるでサーフィンのように滑走する男前なスポーツ。早速遊び方をレクチャーしてもらうことに。それでは先生お願いします。まさかまさか、あの緑の、おー来た来た、くるくるくる、おい、え、うわ、おー生まれろ、こんな早いの、マジかよ、早いの、早いの。クリス先生です。クリス、クリス、はい、何キロぐらいですか。何キロぐらいですか。あ、40キロとか以上。だって40キロやったら結構ね、クラッシュしたら事故だね。事故だね。かっこいい滑り方っていうのはやっぱあるんですかね。立って滑るんですね。なるほど、はい、で、後ろ重心しまして、はい、ジャンプ、あそこジャンプ台で他技を入れて、2番の特前は、まあ、そのまま立ってスピード出す、はい、あ、まあ、座りボードもあって、これはまあ3番目ぐらいで座って、掴んで、まあ、ジャンプしたらそれも一番かっこ悪いのは、あ、最悪なのが、まあ、ビッビッって怖くなって歩いて下まで歩く、下まで歩くボード持って、それ普通の下山やからね、はい、これまたレンタルするわけですよね。そういうことになりますね。こうお金が発生してくるっていう、あらあら、かっこいいですね、岡村さん、お金発生しますよね、これレンタル。その通りなんですよ。本日はボード6枚のレンタル料が19,500円で、今回特別にジャンプ台を3つレンタルいたしましたので、するな、そんなもん6人のレンタル代の合計3万円です。3万円普通局が出すんじゃねえのか。かなりの傾斜なんですよ、これ。そうですね、かなりの傾斜ですね。俺たちあのこっちからかなと思ってた、登ってきたって。そうだよ、いいんだ、ね、あっちにジャンプ台あるなっつってあっちはマイクを好きなカメラマンが上からマイクを狙ってます。めちゃめちゃアーサーが悔しがってますよ。ちょっと悔しいですよね。俺絶対選ぶかなと思ってマイクを言ったらちょっとちょっと被るんですよ、この2人ね。被るね。合計3万円のこの遊び、とりあえずお金のことは忘れて、まずはチャレンジ。もちろん男前な6人だけに男前な滑りが期待できます。さあ皆さん準備はいいですか。 OK、はい、OK ですか。結構怖い。かなりビビってるでしょ。結構高いね。高いよ、ね、下が見えないのよ。下が見えない。滑走面が見えない。あのまずは誰から行かれますか。これはもう石田さんクラスからでしょう。いや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 、若い順で行こう。石田さんから行くそうです。どんな滑り方で行きますか。石田さんどうします。いや何滑りで。おい座る。おいじゃないよ、はい、イライラしない。こっち来てみろ。いつでも結構ですよ。はい、頑張って頑張って。あジャンプ台の方行く。ジャンプ台の方行く。お前も。おお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 もう一回もう一回行く。いやもう一回でいいです。え、二回目は大丈夫です。もうもう一回行く。もう一回行かせて。今度はジャンプお願いします。オッケー。さあ続いては黒田。石田純一と不甲斐なさに呆れスタンディングに挑戦。お願いします。直線で、直線で、こんな座りでしたよ今。黒田さん、黒田さん、黒田さん、どう。ここでの決めポーズは爽やかでした、はい、せめてそこはね。そうね、そこは2枚目守ってましたから。Thank you。 そして元 J リーガーの武田が男前に決めるとゴーゴー。
おお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 続いて前田、男前の滑りをとくと拝見。そっからそっからまだあるまだ。初心者にしてはかなりの出来。さあ続いてはどなた？マイコーさんが。マイコー。マイコーさんここへ来てから、はい、一言も喋ってません。マイコはここずっと進めてあのカメラさんのとこまで行きますから何カメ寝ない愛する人のためになるほどね愛する人のもとへジャンプするんですね顔が作れない男前の顔がだお安定してる安定してるおハハ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 はい、座りです。パチじゃないですか。え？この後岡村にアクシデントが発生。そしてこの代金は誰が払うのか。あ、もう行き出したぞ。真ん中行きます。はい。はい。ランプでぶさっと刺さったというね。あ、もう行き出したぞ。ちょっと待って。事故や。事故やぞこれ事故やぞ岡村ちょっとどうも僕あの行く気なかったんですけどあのオーストラリア人でしたっけ突然押し寄ったちょっと待ってって言ったんですけどもう時すでに遅しでそして石田純一53歳2度目の転倒トレンディー俳優肩なし回っちゃった回っちゃったごめんさあ、一応ねここで遊んだお金これを恋人選びで誰が払うか決めたいと思いますでもここ石田さんでいいんじゃないかなだって2回もやってさ感覚つかんないでやってまたもうペン2回もやってんですよさてお金は誰が払うのか一般人を探して恋人選び立ち寄った場所は恋人選びということで、はい、こっからですよねそうですサンドボード代3万円は誰が払うのか全ては一般女性が鍵を握る周囲の人々には6人が見ていることは秘密で回答者探しへグレーのパーカー言ってみてグレーのパーカー言ってみよう いいんちゃいますいやちょっと待ってでも細すぎる何それその細すぎるとかどういう基準でグレーのパーカー行こうちょっと待ってこれ決定校でいいのかい決定校で行こう決定校で行くのあのおくつろぎ中のところすみません日本テレビの隣の男前という番組なんですが今ちょっとインタビューに答えていただいてもよろしいですか、はい、6人の中で一番モテるのは武田さん武田さんが1位ですねいやこれが1位これが1位だよな顔ですか顔かっこいいですあじゃあその次に恋人にしたい次この中のどちらがより恋人にしたいんでしょうか前田光雄前田さんマジでセーフ前田さんが5位です危ねえなおいどうして石田純一さんを恋人にしたくないとお考えなんでしょうか、うん、素足に革靴がありえないですね、はい、素足に革靴がありえない、まはい、千葉では弱いんだよ俺いやね、石田さんビリでーすこんな思いするんだったら最初から俺が払っとけばよかったはいということで、はいじゃあ皆さん、はい、3万円ねいいですか、はい、確かにありがとうございました